三名の剣は、平安時代の聖威対将軍としても巧妙な、大納言の坂の上の田村マロをモデルとした、田村語り並びに、坂の上の田村マロ伝説に登場する、立英帽子が持つとされる三振り剣の総称、初期のおとぎ像史から登場している。おとぎ像史に登場する立英帽子は、大通連、小道連、県明連の三振りの剣を携えて登場し、 この総称が三名の剣である。その名称は仏教用語の三名六通に由来するものと考えられている。これら三振りの剣はアシュラ王が日本を魔道に落とそうと考え、天竺マカダ国で使いの鬼に与えたと伝える名剣で一振りすれば千人の首を二振りすれば二千人の首を切り落とす。田村の創始など立絵星が登場する物語後半は、 ニコの託戦形式を用いて展開され、立江星は軌道に優れた、卑弥呼や伊勢の神々に赴いた西王たちの幻影の上に成立している。西王たちの幻想を携えて、乙ぎ造史に登場した立江星が三名の剣を持つと、された背景には、斜石集をはじめ中世に留付された。 第六点の魔王丹の影響が伺える。田村の宗氏の他にも、大食館で万古将軍の大統連の剣、剣名連の矛として、同系統の名称が伺える。14世紀後半頃に成立した、軍記物語、太平記巻32、ただ冬上落時付鬼丸時期切れ事では、鬼切れ、安綱の伝来について、法紀国の丹や、安綱が鍛えて、聖意大将軍、 田村麻炉に奉納し、田村麻炉は、鈴鹿山で、鈴鹿午前との剣合わせに使用したが、伊勢神宮に参拝した際に、甘テラス大臣より、夢の中で所望する、お告げを受けたため奉納したとある。この、太平記での記述は、後に、主典同士の説話を書いた絵巻や、絵言葉などの書本にも、源頼光が、主典同士を切った立ちの伝来として引用されたように、おとぎ増し、 鈴鹿の創始でも、田村丸春秋と鈴鹿御前が、剣合わせをする場面にも影響を与えた。しかし、太平記の時点では、鈴鹿御前が持つとされる剣の名前までは、登場していない。室町時代中期から後期にかけて、能田村をもとにした音偽造し、鈴鹿の創始などが成立した。太平記での剣合わせの場面が引用され、 鈴鹿御前の持つとされる剣の名前が田村語に登場したと考えられるのはこの頃となる。鈴鹿の創始の小本は鈴鹿御前と田村丸春秋が戦いを経て婚姻しともに鬼退治をする鈴鹿系という古写本の系統と田村丸春秋のもとに天女の鈴鹿御前が甘くなって婚姻しともに鬼退治をする田村系というルフボンの系統に分類される。 鈴鹿系と田村系では3名の剣を所有するものの、来歴が一部異なる。古社本の系統に分類される、鈴鹿の宗師や、田村の宗師では、伊勢国鈴鹿山に現れた天の魔法の、立英墓子を討伐するよう戦時が下った。田村丸春秋将軍は、立英帽子と、剣合わせするも決着がつかず、逆に立英帽子から、自分は女であるが剣美やうれん、大とうれん、 ショートウレンの三本の剣があるので、撃たれることはないと言われた。鈴鹿の御前が25歳で亡くなることを告げる場面では、大東連と古藤連が田村丸春秋に剣未央連が少林に渡った。鈴鹿の御前が飛行時代なのは剣未央連を朝日にかざせば三千、大千世界を目の前に見れるからだという。鈴鹿の御前が亡くなったことを嘆いた田村丸春秋も亡くなるが、 鈴鹿の御前を返せと文獣の佐都市県で国卒を、相手に牢石を働いたため、愚将神や炎魔王は、非号の死であった、田村丸春秋を生き返らせ、不死の薬を与えた。ルフボンの系統に分類される、田村の宗始では、稲瀬五郎坂上春秋が、鈴鹿さんの大竹丸をかぶら屋でいようとするが、天女、鈴鹿御前が生死、この鬼はアシュラから送られた大と売れん、章と売れん、 剣妙蓮の三本の剣を持っているので無理だという。三本のうち一本は大竹丸が天竺に持って行ってなかったが、二本の剣を鈴鹿御前が色化で騙して取り上げ、大竹丸を討伐した。しかし大竹丸が読み返って、道の区国霧山に現れたが、春秋派剣妙蓮を取り上げて、大竹丸を討伐し、首を宇治の宝蔵に収めた。 鬼神を打ち果たした後天命を悟った鈴鹿御前は、大東連、章東連を、春秋に送り、賢明連を、娘の昌林に残したとある。屋上瑠璃、田村三大記では、立江星討伐に向かった、田村丸俊人将軍が、先祖代々伝わる、蘇葉丸を投げると立江星は、大通連を投げ返した。大通連と蘇は丸るは、中空で渡り合い、 ソハ丸が鳥となると大通蓮は、鷹となって追い出した。ソハ丸が火炎となって吹きかかると大通蓮は、水となって、それを消した。大通蓮と、小道蓮は、文樹寺里菩薩に打たせた、通力自在の名剣とされ、剣明蓮は、大江の水貝の蛇のおより鳥試験で別名をそうなき、剣とも水貝い剣とも言う。朝日に向かって、国を三度振れば三千大千世界を、 目の前に見て通すことができるという。立栄星が亡くなる時に大通連と、小道連は代理に収めて、内視書の神事宝剣として、日本の宝とすること、賢名剣は、娘の聖林に送ることを遺言した。田村三代記の末尾には、八代本、平家物語や、原平清水記の、博士の巻に相当する部分が挿入される。個体を残す渡辺本、田村三代記の、 鶴木丹によると、立栄星の形見として、田村に託された、大通蓮、小道蓮が、田村丸に糸ま合いをして天に上り、三つの黒金となったものを、箱根の正丹屋に打たせたものが、ざ丸、獅子丸、ともきれ丸の三つの剣であり、素早屋の博士は、美写門堂に収め置いた。古年刀であるともきれ丸は、八幡殿に申し下ろして、源氏の宝となる。ありがとうございます。